はい、こんにちは。中学受験さくならチャンネルの竹谷直樹です。今日は偏差値65円のための国語力。今日はね、幅木法政さんって読むんだと思うんですけど、天に星、地に花というね、江戸時代中期の、飢饉の話なんですね、これね。早速読んでみましょう。まず、最初のリード文です。次の文章は江戸時代中期の久留米藩、現在の福岡県南部を舞台にした物語の一節です。主人公高松正十郎は井上村で大庄屋の次男として生まれましたが、13歳の時天然痘にかかって九死に一生を得たことで医師を志し、自分を救ってくれた城島町の医師小林鎮水のもとで修行を積んでいます。享保17年1732年、鎮水に弟子入れして以来1年が経ち、15歳になった正十郎は正月に元服の祝いを済ませました。後の問いに答えなさいっていうね、まあリード文があるんですけど、まあ、人物関係確定してからいきますね。主人公は高松正十郎というね、その井上村の大庄屋の次男坊なんです。商売屋の次男坊なんですけれども、13歳の時にね、疱瘡、天然痘にかかって、まあ死にかけるんですね。でも命を取り留めました。で、それがきっかけで、さあ、医師を志すんです。自分を救ってくれた城島町の医師、小林鎮水のもとで修行を積んでいます。そして弟子入りを1年が経ち、元服、つまり成人式を済ませ、もう江戸時代では大人なんです。では読んでみましょう。一気にいきます。長雨が止んだのは5月も終わりに近づいた頃だった。ジメジメした天気が一変して薄日の身に変わった。昼間の暑気が消えた。夜は布団をかぶらなければならず、朝夕の冷え込みには合わせ一重を要した。本来ならば薄い一重で済むのが6月なのだ。6月中旬になって早くも虫害が目立ち出した。虫の多さは家の中にいても分かった。昼間施療所にもどこからか入り込んできて、患者の周囲を音を立てて飛ぶ。夜食台を灯し、先生と共に食文書物を開いている時も火に誘われて集まってきた。あちこちの村で虫追い行事が行われているらしか。先生が目で虫を追いながら言う。食台を消せば書物が読めず、つければ虫が我が物顔で舞い来る。虫追いは効果があるとでしょうか。正十郎が聞く。この頃では虫追いだけでなく、雨乞い祭りも、日和乞いの行事も、気休めに過ぎないと思い始めていた。正十郎、馬鹿にしちゃいかん。あの祭りで百姓たちは気落ちせんで済む。じっと家の中で長雨を見つめとったり、虫が舞うのを手をこまねいて眺めとったらどげんなるか。気はめげてしまうだけだ。それより村中の者が集まって一つの骨場すると規制が上がる。正十郎も虫追い場見たことであるだろ。先生もこのところ正十ではなく正十郎と呼んでくれる。あります。在所では麦わらで実盛様の人形は作って、村人ば担いであぜ道ば巡ります。実盛中のは兵士の武士で、稲株につまずいて倒れ、それがあだとなって討ち死にしたそうです。その恨みで稲の虫になったち聞いとります。木曽義仲との戦いじゃろう。もう老少で白髪ば黒く染めて出陣したものの年には勝てん。稲株でつまずいたのも年のためじゃ。ばってん、ほんな話は実盛中なが、稲の実を守るっちゅうところから来とるじゃろ。鎮水先生の話は正十郎には初耳だった。在所では藁人形は担いだ大人たちがこげな風に唱えます。斎藤別当実盛、稲の虫は死んだぞほい、あとは栄えてえいえいおう。それに応えて今度は子供たちが叫ぶとです。打った打った、稲の虫は打った、あとは栄えてえいえいおう。正十郎は実際に右手を挙げて言ってみせる。父に連れられて陣八と一緒に虫追いに出たのは一度しかなかった。しかしその声は何度も聞いていた。
藁人形ば村境のところで焼いてしまうとです。そげなコツで虫が退散するち思うか？先生から聞かれて小十郎は首を振る。そうじゃろ、虫は逃げん。バッテン子供と一緒に唱えるコツで虫の恐ろしさが代々伝わっていく。虫に負けてたまるか、そげん思うて村人からの気持ちは一つになる。それでよかとよ。何もせんよりはよか。効果が長ち思うても立ち向かっていかなきゃならん場合がある。医師の道も同じコツ。陳水先生は言い、髪にまとわりつくハエを手で追い払った。他の虫だけでなく、家の内外のハエやカマでも増えていた。鶴婆さんの話では、畑のハムシやイモムシも例年の3倍はいるという。どこもかしこも虫に占領され、筑後の国全体が虫の国になったと、先生の元を訪れる百姓たちが嘆いた。村中の者が他に出て一列に並んで稲の虫は追うとですが、隣の村も同じ言葉するので何にもならんとです。竹竿で稲ば叩いて虫を追っても拉致は飽きません。結局稲の葉に登ってくる虫は藁ぼうきで竹竿に吐き取るしかなかとです。稲の葉一本一本ば吐くとか。陳水先生が驚く。水飲み百姓はそれしかなかです。多少金に余裕のある者は、枯れし油ば藁ぼうきにつけて稲を打っとります。さらに金持ちのおさべくしょうは、軽油ば他に巻いて、藁ぼうきで歯についた虫ば追い落とします。落ちた虫は油で死ぬとですが、油代が馬鹿になりません。足たちにできるコツは、せっせと稲の葉ば前吐いて虫ば集めるだけです。それはあぜ道に叩きつけて、足で踏み殺します。一枚の盾で虫が一生ぐらい取れます。見ただけで恐ろしゅうなります。これで今年は飢え死にするものが大変でしょう。腹が異様に膨れ上がったその百姓は言い残して帰っていった。あの患者飢え死にを心配しとったが、その前に病で命を落とすじゃろう。もう痩せが始まっとる。次の患者を招き入れる前に先生は声を低めた。これから先、小十郎もこの病は見るじゃろ。はじめは皮膚のかぶれでやってくる。そのうち腹が膨れてくる。その後痩せ細って、最後は血を吐いて死ぬ。不思議に病人は山の手の方から来ん。みんな川筋の村に住んどる者ばかりだ。井上村ではそげな病人見らんかったか？知りません。父からそういう話を聞いたことはない。多分病人はおるじゃろ。そのつもりで見らんと見えて来ん。命中者は不思議なもんで、見えとっても見えんコツの方が多か。先生は疲れた顔で言い、小十郎にその日最後の患者を入れるように命じた。その患者も在所で託されが広がっている旨を先生に告げた。これでもう秋作はダメでしょう。畑の方は多少収穫があっても、いねば誰もが諦めとります。この先診療所にも病人が押しかけてくればはずです。薬よりも食い物を欲しがる病人が門前一をなすかもしれません。男は皮肉な言い方をした。飢え死にというのは本人も辛かでしょうが、見る者も辛かです。10日ばかり前、母とこの行き倒れがあって村の者で葬ってやりました。着物はボロボロ、母も子も痩せ衰えて骨ばっかりでした。畑には人参も大根もあるので、取って食えばよかったのに、それができんじゃったとでしょう。どこかの家の前に立って物乞いをしてもよかったとです。それもできんじゃったとでしょう。こっちも胸が塞がって手を合わせながらみんな泣いとりました。この間も虫払いのために田に入りましたが、虫ばかりで田の水は濁ってまるで醤油を苦いしたこず熱かったです。男はため息をついた。7月になると稲の育ちの悪さが明白になり、秋作の損耗は必至だと誰もが口にし始めた。さあ、天に花、地に花と、ね、天に星、地に花というね話ですけど、さあ確認して、問題解いてみましょう。ではいきます。
長雨が止んだのは5月も終わりに近づいた頃、ジメジメした天気が一変して薄日の実に変わった。昼間の暑気は消えてしまいました。さあ、だから夜になると何をかぶって寝なければなりませんか。そう、布団をかぶらなければならなくなりました。朝夕の冷え込みには合わせ一重を要しました。本来ならば薄い一重で済むのです。6月中旬になって早くも虫の害が目立ち出しました。虫の多さは家の中にいてもわかる。昼間、施療所にどこからか入り込んで患者の周囲を音を立てて飛ぶ。夜、食材を灯し先生と共に書物を開いている時も火に誘われて集まってくる。あちこちの村で、さあ何という行事が行われていますか。そう、虫追い行事。先生が目で虫を追いながら言う。食材を消せば書物が読めず、つければ虫が我が物顔で舞い来る。虫追いは効果があるとでしょうか。正十郎は聞きました。この頃では虫追いだけではありません。雨乞い祭りも日和乞いの行事も気休めに過ぎないと思い始めていました。さあ、しかし陳水先生は何と言うのですか。そう、正十郎、馬鹿にしちゃいかんと言うんです。あの祭りで百姓たちは気落ちせんで済むのです。じっと家の中で長雨を見つめとったり、虫が舞うのを手をこまねいて見とったらどげんなるか。気はめげてしまうだけだ。それよりは村中の者が集まり、一つのコツばすると規制が上がる。正十郎も虫追いば見たコツがあるじゃろう。あります。在所では麦わらで実盛様の人形を作って、村人が風邪で汗ば汗道ば巡ります。実盛中のは兵士の武士で、稲株につまずいて倒れ、それがあだとなって討ち死にしたというのです。その恨みで稲の虫になったち聞いとります。木曽義仲との戦いじゃろ。もう老少で白髪ば黒く染めて出陣したものの、年には勝てん。稲株でつまずいたのも年のためじゃ。ばってん、ほんな話は実盛中なが、稲の実を守るちゅうことから来とるじゃろ。陳水先生の話は正十郎には初耳でした。在所では藁人形を担いだ大人たちが焦げなふうに唱えます。さあ、大人たちは何て唱えるのですか。そう、斎藤べっとり、斎藤べっとう、実盛、稲の虫歯死んだぞほい、あとは栄えて永遠よ。それに応えて今度は子供たちが何と叫びますか。そう、打った打った、稲の虫歯打った、あとは栄えて永遠よ。正次郎は実際に右手を挙げて言ってみせる。父に連れられて陣八と一緒に虫追いに出たのは一度しかなかったが、その声は村で何度も聞いていました。藁人形は村境のところで焼いてしまうとですと言うと、陳水先生は言います。そげなコツで虫が退散するち思うか。さあ、先生から聞いて、なんて答えましたか。そう、首を振り、正十郎は首を振ったんです。そうじゃろ、虫は逃げん。さあ、しかしながら子供と一緒に唱えることでどんな効果がありますか。そう、虫の恐ろしさが代々伝わっていくんです。虫に負けてたまるか、そげん思うて村人からの気持ちは一つになるのです。それでよかとよ。何もせんよりはよか。効果がなかち思うても立ち向かっていかなければならない場合がある。それは医師の道も同じことだというのです。他の虫だけではなく、家の内外のハエやカマでも増えていました。鶴婆さんによると、畑のハムシやイモムシも例年の3倍はいる。どこもかしこも虫に占領され、筑後の国全体が虫の国になったと先生のもとを訪れる百姓たちは嘆きました。村中の者が谷に出て一列に並んで稲の虫は追うとですが、隣の村も同じ言葉するので何にもならんとです。竹竿で稲ば叩いて虫を追っても拉致は飽きません。結局稲の葉に登ってくる虫は藁ぼうきで竹竿に吐き取るしかなかとです。稲の葉一本一本ば吐くとか。陳水先生は驚く。水の実百姓はそれしかなかです。さあ、多少金に余裕のある者はどんな手が打てますか。そう、からし油ば藁ぼうきにつけて稲を打ちます。さらに金持ちのおさべくしょうはどんな手が打てますか。そう、軽油ば他に巻いて藁ぼうきで歯についた虫ばを払い落とします。落ちた虫は油で死ぬとですが、油代がバカになりません。さあ、しかしながら私たちにできることは、せっせと稲の葉ば吐いて虫ば集めるだけ。それをあぜ道に叩きつけて足で踏み殺す。一枚の種で虫が一生ぐらい取れる。恐ろしゅうなります。
腹が異様に膨れ上がったその百姓は言い残して帰っていった。あの患者、飢え死にを心配しとったが、その前に病で命を落とすじゃろう。もう痩せが始まっとる。次の患者を招き入れる前に先生は声を低めた。これから先、小十郎もこの病は見るじゃろう。はじめは何でやってくる？そう、皮膚のかぶれ。その後どんな症状が現れる？そう、腹が膨れてくる。さあその後どうなってどうなって死ぬ？そう、痩せ細って血を吐いて死ぬのです。不思議に病人は山の手の方からは来ん。みんな川筋の村に住んどる者ばかりだ。井上村ではそげな病人見らんかったか？さあ見た？見なかった？そう、小十郎は知りませんと言います。多分病人はおるじゃろう。そのつもりで見らんと見えてこん。命中門は不思議なもんで、見えとっても見えんこつの方が多か。先生は疲れた顔で言い、小十郎にその日最後の患者を入れるように命じた。その患者も在所で託されが広がっている旨を先生に告げた。これでもう秋作はダメでしょう。畑の方は多少収穫があっても、いねば誰もが諦めとります。この先診療所にも病人が押しかけてくるはずです。薬より食い物を欲しがる病人が門前一をなすかもしれません。男は皮肉な言い方をした。飢え死にというのは本人もつらかでしょうが、見る者もつらかです。さあ10日ばかり前、村でどんなことが起きた？そう、母と子の行き倒れがあって、村の者で葬ってやった。着物はボロボロ、母も子も痩せ衰えて骨ばっかりでした。畑には人参も大根もあるので取って食えばよかったのに、それができんかったとでしょう。どこかの家の前に立って物乞いしてもよかったとです。それもできんかったとでしょう。こっちも胸が塞がって手を合わせながらみんな泣いとりました。この間も虫払いのために田に入りましたが、虫ばかりで田の水はどうなってしまいましたか？そう、まるで醤油を2回したこと熱かったです。男はため息をついた。7月になると稲の育ちの悪さが明白になり、秋作の損耗は必至だと誰もが口にした。結構長いですねこれね。はばき方正さんの天に星、地に花、ね、いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにします。